ロス・バーンズはアメリカ合衆国ニューヨーク州マウントモリス出身のプロ野球選手、右投げ右打ち。ナショナルリーグの初代首位打者でアメリカ合衆国プロ野球早々期を代表する内野手の一人。バーンズは1868年から1870年までアルバートスポルディングと共にロックフォード・フォレストシティーズでプレーしていたが、1871年に ナショナルアソシエーションのリーグが創設された際、ハリー・ライトの誘いで、ボストン・レト・ストッキングスに入団する。1871年には31試合に出場し、157打数63アンダー、打率、401を記録、得点66はリーグ最多であった。1872年には45試合で99アン打率、430を記録し、 リーグ首位打者となり、また守備でもリーグ最多となる162の沖い殺と30の併殺を記録する。翌1873年には60試合で137安打、125得点を挙げ、打率、431で2年連続の首位打者となり、打率も3年連続で4割を超えた。守備では1872年から1875年まで、 補殺数のリーグ最多を記録、また、閉殺数も5年間で3度リーグ最多を記録するなど、攻撃、守備面で高い能力を発揮した。1876年にナショナルリーグが設立された、最終カゴホワイトストッキングスに移籍。この年、429の打率で、リーグ最初の首位打者となったほか、126得点、138安打、2塁打21。 三塁打14と4つの部門でリーグ1位を記録している。また、正式と認められるメジャーリーグ初本塁打を新種なティレッツ戦で放った。しかしバーンズが驚異的な活躍ができたのはこの年までだった。翌1877年にバーンズは熱病に侵され、この年の出場は22試合にとどまる。守備や走塁の機敏さは失われ、この年は 272の打率しか残せなかった。1878年にはナショナルリーグを離れてインターナショナルリーグでプレーしたりしていたが、バーンズは復調することはついになかった。1881年にボストンに戻り、同年31歳で選手を引退。バーンズの通算打率は359にもなるが、1試合あたり1.4得点という通算記録は 歴代最高記録として未だ誰にも破られていない。引退後は1890年にプレイヤーズリーグで56試合審判を務めた記録が残っている。1915年に心臓病のためイリノイ州シカゴで死去。ベースボールマガジン社週刊ベースボール2008年10月6日号記録の手帳71ページ。ありがとうございます。